皆さんこんにちは、美容家の石井美穂です。今日はお待ちかねの友利新太先生をお迎えして上半期のベスコスメイク編を、ね、ご紹介したいと思います。スキンケアの方は新太先生の方の YouTube の方でご紹介していますので、ぜひそちらも見てください。お願いします。はい、美穂さん、はい、ちょっと遅くなったわね。ちょっと遅くなっちゃったんですよね。ちょっとそれぞれ忙しかったのと、それぞれちょっとね、時間差でフランスにお互い行ってたりしたので、なかなかできなかったので、もうベスコスは紙面も含めて、もうできちゃってるし、なんだけれども、やっぱこれはやらないと、答え合わせをしなきゃというところで、メイクアップ品はやっぱり何を使ってるのかすごい知りたいので。いや、めちゃめちゃ知りたい、うん、もうちょっと。いつもほら、クリアのケースに入れてるんだけど、うん、あ、秘密にしてきたの？ちょっと。そう、わからない。じゃあちょっと中身がまだ秘密の間に、はい、じゃあ行きますか。今期 UV すごかったもんね。優秀でした。いっぱい優秀なのがある中で、うん、まあ、これは今回私たちがベスコスに各紙に押すものというよりかは自分が一番使ったものっていうところで紹介していきます。はい、じゃあ私からいこうかな、うん、はい、私はこちら、じゃん、わかる、はい、カバーマークトリートメントデイクリーム、うん、はい、これはですね、あ、もちろんその SPF50 プラス PA4 プラスの最高値で日焼けをカットしてくれるっていうのはあるんだけれども、クリームを兼ねているっていうところで、うん、とにかくスキンケア寄りなんですね。そうだよね。そうなので、日焼け止め嫌いっていう人もこれは絶対好きだろうなっていうのと、逆に夏にクリームも塗って日焼け止めも重ねるっていうのがベタベタで嫌じゃん、うん、崩れそうって思う人にも押せるって思って結構押したんだけど、押しただけじゃなくて自分も一番使った、うん、なんかね、張りが出る。そう、これは、うん、骨髄幹細胞っていうものを誘導するような成分がもともとこのカバーマークさんの美容液に入っているものが今期これにも入ってる。セルアドバンストに入ってるやつがってこと？そうなの。だからこれを使ってると日中はその効果もありつつ、美容液クリーム日焼け止めだよね。そう、うん、スキンケア効果の高い UV って結構出てるし、うん、まあ、私例年結構アルビオンのスーパー UV カット、あの1万円するやつをずっと押してたんだけれども、もちろんあれもいいよ、あれもいいんだけれども、うん、今回のは少しお値段が抑えめ、うんうん、の中でこのスキンケア効果でこの気持ちいい塗り心地でっていうので、うん、結構使いました。わ、うん、かる、うん、私も実はこれね入ってる。あ、入ってるね、使ってるってことね。使ってる、入ってるんだけど、うん、まあ、こっちも大好きなんだけど、うん、私は今期はこっち、これね、クレドコアのね、ベスコス的にはこれ強かったよね、うん、お値段以外はカパーフェクト。そうだよね。これは私はやっぱり UV ってもう当たり前だけど SPF、うん、で PH っていうのもあれなんだけど、メイクとの相性がもう最高にいいなと思ったの。え、そこそこ。あ、そうなんだ。やっぱりどうしても今までの日焼け止めってテクノロジーもそうだし、うん、なんかこういう風に美容効果もってあるけれども、うん、メイクをするときにどの日焼け止めを使った方がいいかってずっと私はラロッシュが私の肌の色にも合ってるし、うんうん、いつも使うファンデーションとぴったり合ってたのね、うん、だけどやっぱりこれは光の加減だから、色はほとんどついてないんだけれども、やっぱり光をきちっと内側から反射してくれるようにするから、これを塗るだけでなんかどんなファンデーションを使ってもツヤっとした肌にしてくれるのよ。え、じゃあもう下地も兼ねて使ってるってこと？下地も兼ねてこれなの。え、じゃあこれの上に下地は使わないの？使わない。それで良くなったの。へえ。そうだから私もほら皮脂テカだからさ、うん、あれこれ使うのがすごく嫌で、最初これを春寄りの時に使った時にはちょっと重いというか、うんうんうん、だから夏になったらちょっとベタベタするのが嫌になるのかなって思ったけれども、逆で、うん、メイクさんがさメイクしてくれた時って絶対崩れないのは、うん、水分と油分のバランスがパーフェクトな上でメイクをしてくれるからなんだけど、うん、それがこれでしてくれるの。だから崩れないんだ。崩れないし綺麗に見える。だからメイクさんいらずっていうか崩れづらいし綺麗に見えるっていうのでもずっと夏、今も暑い夏でもこれ売れるよこれ。でもね、でもね、お値段なのよ。そうなんね。本当お値段なのよ。1万円ぐらいよね。そうなんだから、でも優秀な、そこまでしてくれる UV は1万円ぐらいっていうのがもうちょっと定着してきてるじゃない。だからごめんなさい、私はもう下地を兼ねてるので、うん、今回は UV プラス下地でこちらになってます。私はこれの後にやっぱりね、うん、下地は使うのよ。でベスコスにはね全然乗らなかったけど、一人でいっぱい投票したのがこちら。え、
セルボークのエンハンスメントカラープライマー01で、これ緑と、ピンク紫みたいな感じの2色出たの方のピンク紫の方、あ、ね、今期出たと思えない入れ込み用ですよもうほぼないの、ほぼない、ね、ほぼないよ、ほらもうすごい使ってんの、本当だ、結構ピンク、結構でもピンクでもさ、うん、今までのピンクとちょっと違うね、そう、違う、私ほらピンク避けてるって前回言ったじゃない、なのでピンクは全部避けてたんだけど、この子はどっちかっていうと透明感を持ってくれる紫で、あとトーンアップ、肌補正と、これファンデいらないじゃんっていうぐらいの肌補正力なの、本当だね、そうなので、これを絶対にどんな時でも重ねるようになって、赤みがすっごい気になる時はやっぱ前みたいに黄色を使うんだけど、最近今年さ美白とかもさ赤みを対応してくれるものがすごい多かったから、私結構赤みを克服できたわけよ、なので黄色をそこまで頼らなくな良くなった時に、この紫がより私をトーンアップさせてくれた、なんかこの今のこのスカートにちょっと近い、それを薄くしていった感じだから、ここだけめっちゃ透明感出るでしょ、そうすごく透明感出るなと思って、首とかまで全部塗っちゃうのこれ、あ、そうなんだ、だからすごい使ってるんだけど、でもセルフォークだからやっぱりこの植物由来のものだったりとか優しい系で肌にも心地いいし、とにかくファンデの量が減ったなっていう、ファンデをそんなに一生懸命カバーとして使わなくても良くなった下地でも、残念ながら本当に隠し全然入ってない、私的にはもう本当に1位ですこれが。今期はやっぱりさ、もうあれこれ塗りたくなくなってきたから、まあ私はクッションとあのリキッドとそれぞれ1個ずつあるんだけれども、まあリキッドはこれよ、あ、それね、薄膜のやつ、そう、ローラメルシエのリアルフローレンスウェイトレスパーフェクティングファンデーション、もうこれ私いつも言うのはストッキングみたい、ストッキング、ほ、本当になんか今まではさ、こういうファンデーションっていうのはもうしっかりアラを隠してなんぼみたいな感じだけど、どちらかというとストッキングみたいなメッシュになっていて、なんだけどそれでソフトフォーカスで肌をきれいに見せてくれるっていう感じだから、夏で皮脂テカでもなんか密閉感がないんだよね、なんか息がちゃんとできてる感じ、それでいてちゃんと隠すところは隠してくれるから、最近ほぼこれ、今日もこれ、仕上がり的にそんなツヤツヤにならない、ならない、そこまではならないかな、自分のさ油も出てくるからっていうのもあるんだけど、まあ、そこまでツヤツヤにもならないけど、ザ・マットっていう感じで、ちょうどいいソフトフォーカスっていうか、ほわんと本当にストッキング履いた時にさ、肌が一回綺麗に見えるじゃない、あんなイメージ。イモさんは？私はね、そんなこともあってこれを使うようになって、今までみたいにがっつりファンデを塗らなくてよくなって、最近あんま塗ってないよね、あ、こういうなんか撮影の時とかはやっぱりあの一番綺麗に見えるように結構しっかり塗るけども、普段はね、ファンデをほぼほぼ塗らなくなったわけ、だからこれである程度のアラを隠して、あとちょっと、あの気持ち整えたいなっていうのにこれが大活躍、RBK スキンティント01、だってこれファンデーションというよりもさ、これこそ下地、これ下地部門に入ってた、でもさ、ファンデーションって一応書いたの、だから下地とファンデの間ぐらいの位置づけだよね、全然私の中ではそこまで隠さないから、もうこれめちゃくちゃ下地売りだと思ってた、これ普通の人は多分下地っていうか、そんなにカバー力ほぼないもんね、でも今期コンシーラーが良かったじゃない、だからカバーしたところはもうコンシーラーに頼って、そっかそっか、ファンデで全部をこうコンシーラーのように覆うっていうのをやめようってなったのよ、なるほど、やっぱ気分変わってくるよね、だから次、コンシーラー、コンシーラー多分ね、これはね、被ると思うのよ、これでしょう、ディオールさんでしょ、しかも2色使いでしょ、2色使い、いや、私は 0N と 1N なの、私は 0N と 00、私は今までやっぱり目の下にオレンジ入れてたのね、でオレンジ入れてちょっと青グマをカバーしてたんだけれども、これがやっぱりちょっと 1N ってさ、ちょっとオレンジっぽいものも入ってるから、 1N と 0N をちょっと 0N はこう目頭側、で 1N をちょっとここの、 あのクマ青グマが気になるところに一個一個置いて、どん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 こうぼかしながら混ぜていくっていう感じをしてるの。これでクマもいけたの？クマもいけてる。あ、でもアイケア成分入ったんだよね今回。そうなの、そうなの。植物由来成分がすごくあの90何パーセントまでいって、なおかつアイケアもしてくる成分が入ったから、目元にも使えるとは聞いてたけど、でもクマは隠れないでしょと思ってた。私はね、これを 1N と 0N で隠れきってんの。そう、隠れてるから、私はね、であと目元をさリキッドでやるとさ、ちょっとなんかほらシワになるじゃない、
もう、まあ、もちろん 100% ならないわけじゃないよ、うん、だけどなりづらいし、あと持っていって直すことも簡単だから、そう、ね、これさえポーチに入れとけばって感じだよね。そう、これさえポーチに入れとけばいいから、あの私はもうこの1円と0円で00も持ってるんだけど、うんうん、あんまり実は00使ってなくて、この2色でほぼアラを隠してます。私はねこの辺の赤みとか、うん、その要はカバーしたいところに 0N を使って全顔に塗るのは何か、うんうん、ほんとここら辺、うんうんうん、ちょっとあるのよ赤いのがここら辺ね、はいはいはい、赤みを 0N で、00はハイライトとして、うん、そうだよね、そう使っていて、うん、鼻筋だったりとか、あと最近ほらここにシュッて塗るだけで顔が引き上がるみたいなテクニックいっぱいあるじゃない、あれを YouTube とかで見てそれに使うのにこれ、そうだからさ、うん、私これがまだね使いこなせてないというか、やっぱちょっと白く浮いちゃうんじゃないかなって。浮かない浮かない、全然。使ってみたら圧倒的に薄さ、うん、カバーはすごいしてくれるけどこんなに薄くていいんだって、うん、でしかも動かすような場所につけたとしても全然一日中よれないっていうので、うん、これはでもベスコスの雑誌も1位だったよね、全部これだったよね、ほぼ全部1位だったよね。私だからもうこれ、うん、他も出たけど私はもうこれだけ使ってる。え、でも、ね、使ってる、うん、使ってる。でも目の下はクマがすごいからこれでいけると思ってなくて、これを使ってるの。これね、これもさ、もともとあった色をちょっとまた変えてるんだよね。そう、ピンク目の色になって、うん、見てもだって、うんうん、そう、このここ私もここ一番好き。これをベタベタに塗ってる。本当、うん、でも全然なんか厚ぼったくないよ。ならないけどでもよれない、結構ねっとりじゃない、ね、でもピタッとくっついて、うん、それこそシワに入っていったりもしないし、汚く崩れていったりもしないし、私のこの周りのどす黒いクマすごいんだって撮ったら。いや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 、で見てないじゃん、今度見せるね、まあ、そう、分かったわ、うん、それを完璧に隠してくれた。今までは去年とかもね完璧に隠してくれるのを紹介したけど、今こっちに変わりました。娘もクマに悩んでいていろいろ使ってたんだけども、これ使わせたら気に入って買ったもん。クッションファンデは今期あれだったけど、うん、私クッションファンデはやっぱねクレド良かったのよ。これも各紙は結構1位とか取ってたよね、うん、1位取ってた、うん、多分私ねこれ00と実は10と両方持ってて、なんだったら00の方が明るいから中心に塗って、うん、でこの辺を10で塗るぐらい、なんか2色使いとかを、クレポの2色使い、クレポの2色使いをまさかのするっていう、うん、結構これって薄付きだし、なんかねオイリーな人にもいいんだと思う、うん、なんかあんまりツヤツヤテカテカならないよね。どちらかというと マットまではいかないんだけど、陶器肌系だよね。そうそうそう、うん、だから今までどうしてもクッションファンデってツヤだったらツヤなんだけどテカリですよねみたいになっちゃうのが、うん、私の中ではちょっと苦手なところもあったし、夏になれば夏になるほどそれが苦手だったの、うん、だけどこれは春も良かったけど今もずっとポーチの中には入ってるから、うん、下地がない代わりにちょっとクッションファンデランでちょっと入れときます。これは私は00と10を両方使ってます。すごい。ゴナ、私はですね、うん、RBK のシルクフィットセッティングパウダー、これはもう粉感ゼロ。え、だってこの2つでなんかもうどっちかっていうと なんだろう、ナチュラル肌より、ナチュラルなところにさらにナチュラルにちょっとだけ粉で定着させるっていう、うんうん、粉感は一切感じさせたくない、うん、メイク感も出したくないっていう人用のパウダーなので、今のこの薄付きの感じにちょうどフィットするなっていうのがこれだった RMK です。でこれさ真っ白に見えるけど塗るとさ全然透明感、白くもならない、ただ透明感だけが綺麗に底上げされて、でもどこに塗ったかは全くわからないぐらい、で私はナーズなんですね。これも良かった。クリフっていうお色でちょっとピンクが入ってる白なのね。で実はさこれさ、ナイアシアミドが入ってるって知ってた？そうなの、この粉にね、ナイアシアミドが入ってるのよ。そうだからナイアシアミドって実は美白もそうなんだけど、ちょっと塗ると、うん、あの皮脂をね抑えてくれる。あ、そうだからちょっと私みたいなテカリ肌の人にはいいし、でなのであのいつも王道のやつもいいんだけれども、よりちょっと夏っぽく、夏はこっちを使う方が断然いいので、私はこちらが本当に良かったなと思って、であとほら薄いじゃない、だからポーチに入れといても全然負担にならない。そうだから私はもうこのセットで大体あの美穂さんのこの黒いやつあるじゃん、はいはい、あれにもちょうど入るのよ。あとリップが入ればおしまい。あ、これの黒い方使ってくださってるのね。そう、だからそれでもう大体終わるの。
ちょうどぴったりなんです、サイズが。はい、こちらでございます。はいはい、パウダーね、パウダーね、はい。今期ね、ファンデーションの中で私の中で大改革があったの。何？パウダーファンデを使うようになった。え、嘘でしょ。本当、ありえないよね。いや、と思ったんだけど、私もパウダー今まで嫌だ嫌だって避けてたんだけど、積極的に使うようになって、なんと4個使い。私もさ、これすごくよくて1つ持ってるんですけど、うんうん、なぜ4つ？やっぱ色で部分的に使い分けても、ほうれい線にはこの色とか、ちょっとシェーディング的にはこの色とか、部分的にあとシチュエーションでちょっと色を、ちょっと色結構違うのよ、ものによって。そうだから、全部ちゃんと使いこなしたいと思ったら集まっちゃったんだよね。私、あのお店以外でこんなに持ってる人初めて見たんだけど。重いよ。でも撮影用だからね、この持ち運ぶ、ね、でも普段持ち歩くのはこっちだわ。これ01番なんだけど、本当に使ってた。あのね、筆全然だって本当に使ってるもん。うん、でもすごく汚い。でも筆が入ってます。あのね、これってクッション、うん、ね、こっちは大丈夫かな。うん、こういうあのクッションのパウダーファンデーションを塗るやつが、うん、通常は入ってる、パフがついてるんだけど、でもわかる。私もブラシでつけたいから。ブラシを入れてるわけね。そう、ブラシをちょっとね、他社のなんだけど、これを、うん、例えばほうれい線のところになぞったり。これちょっと白いね。そう、ちょっと白い。あ、私使ってるのはね、20だね。20か。これ、うん、20。そう、だから全体とかに使うには20とかでもいいんだけれども、うんうん、これほうれい線。そう、ほうれい線とかをツヤっとさせすぎないんだけど、マットにもならないで。わかる、わかる。全然粉感ないね。粉感がない。なんかリキッドで仕上げたみたいな。うん、でもリキッドで仕上げるよりも薄く作れて、で、嫌なものは隠せて、うん、なんか肌ノイズをほんとフラットにしてくれて、それこそさっきおっしゃってたストッキング、うん、ストッキング、うん、みたいな感じが、パウダーで作れるのっていうのが、もうだってね、私何年パウダー避けてきたかしらっていうぐらい使ってなかったのに、パウダーファンデが大好きになっちゃったアイテム。あとね、これが良かったっていうのもあるんだけど、うん、もう一つ、うん、なんか私お友達ですごく色白の方なんだけど、よくリゾートに行ってリゾートを楽しまれてる方がいるんですよ、うん、でいつも真っ白だから、なんでそんな真っ白なのって、リゾートの時どうしてんのって言ったらば、リゾートの時は絶対にパウダーファンデって言ってたの。まあそうだよね、粉体が確実に日差しをカバーしてくれるから、うん、焼けないようにするならパウダー使った方がいいんだよって教えてくれて、だからなおさらね、今期あのフル活用してるの。ね、再来週沖縄帰るの？来週絶対買った方がいいよ。絶対買う。うんうん、チークはあのね、同じメーカーですごい迷って、ベスコスでは別の色が入ってたんだけど、私的にはっていうのがこれ。何番？ね、RMK のピュアコンプレクションブラッシュの08エアリーコーラルの。エアリーコーラル。そう。あ、私そのまま10番サハラベージュ。これがベスコスに入ったんだよね。だからこれね、2つ私も持ってるんだけど、それこそさっきさ、コンシーラーのさ、このエトボスを本当の白衣の時にはチーク代わりに使うって言ってたんだけど、うん、撮影で白衣をつける時のチークは絶対これなの。そう、ジョイ通りあなたとして紙面に出る時の撮影のチークはこれなんだよね。やっぱりなんていうの、真っ白すぎ、ほら、白衣で白いって大体こう一つに結んでる白いさ肌を作ってくれた時に、そこにほんのりピンクが乗るだけで清潔感と、あと血色感を出してくれて、こっちだとちょっとだけね、白衣を着てると落ちちゃう感じがするから、でも普段の時にはこっちを使うんだけれども、多分私っぽい撮影とか白のお洋服着て白いライト当てる時にはこっちを使うことが多い。そうなの。でもさ、これを私美穂さんが使ってると意外だったかも。いや、肌の道抜群だから、うん、それこそほら、今日とかはね、この撮影用に結構しっかり塗ってるから、うん、そういう時また違ってくるんだけど、その普段使い、私は逆に、うん、本当にそのカバーをしすぎないでナチュラルな肌にした時にすごく馴染んで、うん、チークが浮かない。前まで私結構チーク浮いて生きてたなっていう反省点があって、うん、最近チークを浮かせないっていうのが私の中のテーマなのね、うん、そう、その中でやっぱりこれすごく良かったなと。そう、見たままの発色じゃない、ここまで発色しない。そう、なんかさ、うん、パッと見るとさ、ちょっとさ、ダークに見えるよね。だけど分かる、これはね、本当にあの普段の時で、こっちは本当にちょっとピンクで可愛らしい、ちょっとフワンと見せたいだよね。フワンと見せたい時に私はこっち使って、うん、こっち多分骨格補正もできるかな。そうだね、うんうん、だからやっぱり RMK どんどん良くなってるよね。すごいと思う。今さ、ベスコス上半期だけど下もすごいんですよ。やばいよね、うんうん。
アイシャドウお願いします、はい、私はアイシャドウは、まあ、紙面では結構ルナソルを押したんだよ。各紙全部ルナソルでした。私ももちろんルナソル押したし、なんならば、でもボーチェとかなんてさ、アイシャドウ部門1位、うん、18番。やっぱそうだよね。2位、19番だったよ。そう、私はね、19番だった。私も19なの、ね、実は。そう、だけどやっぱり18の方がベージュっぽい感じだから好きな人が多くて、うん、19がピンクだったから、うん、多分。持ってるもん。持ってる、やっぱり、うん、持ってるよね。でもね、私ね、18良かったけど18結局ね下の2個しか使ってなくてカスタマイズしちゃってんの、他も入れて、で19は3色使って4分の3使ってるから結構こっちに入れたのね。こっちに入れたんだ。でも良かったよね。良かった。私も最初から19って言ってたもんね、うん、言ってた、うん、そう。でもなんだけど個人的に、うん、じゃあすごく、じゃあ本当に、であと今日も使ってるんだけど、うん、使ってる何かって言ったらこれなの。これだ、スナイデルのフェイススタイリストの01、うん、このこう絶妙なこのピなんか豚ちゃんピンクベージュというのこれがちょうどアイ、うん、このアイホールにもいいし、であとこことここのキラキラをちょっと混ぜながら目のこの涙袋にも入れるから、うん、もうここを結構使って、あとアイライナー代わりにこっちを使うのね、うん、だからもうこればっかり使ってるの。これ限定じゃないんだよね。限定じゃないの、ね、01は限定じゃないから、うんうんうん、でやっぱりほら限定でさベージュがいっぱい出た時に、あ買い忘れたっていう人もこれはもうずっとあるし、これ1個あったらもう結構ずっと使えるんじゃないかなと思って、結構こればっか使ってる最近。スナイデルビューティーの色出して最近いいよね。いい、めちゃめちゃいい。使いやすいものがどんどん出てきて今人気だもんね、やっぱりね。なんかスナイデルってちょっと若い人のイメージだったの、うん、お洋服からね始まってるブランドだから。そうそうそう、だけどね、うん、このフェイススタイリストは微妙な違いなんだよ全部、うんうん、だけどやっぱ全部欲しくなる、うん、でもこの01は本当に今日も使ってるし、なんだったらやっぱり一番手が出るのがこっちでしたね。なのでちょっと、はい、こちらスナイデルのものになります。はい、私はね、うん、まあ、紙面はルナソルで、実際ルナソルもいっぱい使ってるんだけど、色的にあこんなの欲しかったって思えたのがトムフォードのアイカラーコードのピーチドーンっていう色。ピーチドーン、ドーン、そう。今までさトムフォードって結構はっきりカラーだし、重ための濃いのが多かったじゃない、うん、でザーメイクみたいになってたのがちょっとその、うん、なんだろう、明るめの色、うん、サイド明るめの色っていうパレットが出たの ね、これのここ2色が神。あ、わかる、うん、ちょっとさ確かにさ18番とちょっと似てるね、うん、そう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 、18番と似てるの、うん、ここの色が神。あ、だからやっぱちょっとそれを似てるね、うんうんうん、で今日はだからそれ、あ、そうなんだ、うん、確かにやっぱりちょっとキラキラが多いのこっちかな。そうなの、うん、でやっぱりトムフォードって粉質が優秀で、いいよね、今までもその、うん、アイシャドウでラグジュアリーパレットといえば、うん、ね、トムフォードって言われてたけど、やっぱりちょっとその結構使いこなし難しかったりとか、うん、しっかりぼかしたりとかプロのようにちゃんとやらないとちょっと逆に下手に見えちゃうメイクが、うん、上手に使えないなと思ってたんだけど、これはこの明るい色で馴染みがよくって、で今までの私もともとコーラルメイク好きじゃない、うん、だけどそのコーラルメイクがより軽やかでしっとりツヤっぽく、うん、そうだね、なんか、うん、あのねちょっと透け感があるコーラルになってるなってイメージあるから、これなんだ。そう、重たくないのよ、なんか予想に反して重たいイメージだったんだけど。へー、すごい。ベースのリップは今期は自分的な1位っていうのは、うん、なんか過去のものだったの。そう、だからグロスを私はご紹介します、うん、アラタちゃんはベースマール、はい、そう、ベースマールって実は今日もつけていて、うん、私また RMK なんだけども、前もさRMK だったよね、RMK だったんだけど、うん、今回も RMK のザ・マットリップカラーの05番で、これ見るとちょっとギョッとするんだと思うんだけど、めっちゃ赤いじゃんって思うの、うん、でこれを本当にこのまんま塗っちゃうと本当に真っ赤っかになるんだけど、ちょんちょんって塗って手でトン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 ってぼかすと今ぐらいに透け感があるの。え、今これ、今これなの、そうなの。だからがっつりペンシルとかでバーって塗っちゃうとあれなんだけど、本当にトン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 ってだけつけて手で
ぼかすとこんな感じになる。だからこれは最初見た時うわ赤と思ったんだけれども、こういう使い方をしたらしっかりなんか今日は赤リップみたいな感じ使いたい時もだし、うん、なんかカジュアルにも使えるし、うん、白衣の時にもやっぱりピンクだけじゃなくちょっと血色出したい時にも本当にこうトントンってすれば赤みが出るから、これはね意外とね使えた。じゃあお仕事の時も使ってるの？使ってる使ってる、すごい使ってます。こちらです。はい、05番ですね。で、うん、グロスはもうグロス、ね、グロスはもう多分被ると思うんだよこれ、まあ、せーの、はいはい、何番？私027 27一緒だあんなに色かぶった、あんな30色あるよ、うん、あんだけあって同じ色、同じ色、うん、いやこれでもめちゃめちゃ使えるよね、うん、ちょっとゴールドラメみたいなのが入ってるから、うん、こうぷっくり、もともとぷっくりする処方なんだけれども、うん、そのピグメントでさらにぷくっと立体的に見えて、うん、艶っぽく見えて赤すぎず、そう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 、こうちょっと可愛らしいピンクすぎずで大人のピンク、そうそうそう、ピンク、うん、あ同じ色なんだびっくりそっか、うん、いや私絶対、まあ、あのグロスは、まあ、マキシマイザーになるだろうなと思ったけど、うんうん、もうちょっとピンクかなと思った。あらやっぱりいい色よね、大人になってきたね私も。そうね、もう大人の方が登ったんですねそうそう私たちもね。そうなの、はい、こう見ると、うん、美穂さんの気分が分かる。なんか軽やかになってる。いらないものを解放してる感じ、うん、最近なんかこう私はこうっていうどっちかっていうとガチガチなタイプの人なので、うん、でもそれをお仕事の現場でいろんな方にちょっと変えていただいたりとか、ね、うんうん、新しい自分を見せていただいたことによってこうじゃなきゃダメっていう固定概念を払ってもいいのかなと、うんうん、思えてきた時にやっぱ商品が優秀だから、うん、それにちゃんと応えてくれるアイテムたちがやっぱ新商品の中だとあるんだなっていう、うんいうのが、うん、そうだから何でも使ってみて新しい自分、ね、なりたい自分にどんどん変わっていけたなっていうのが私の上半期だった、うん、でもだけどやっぱり石井美穂なんだよね色とかベースのこう肌作り私たちすごい大事にするじゃない、うん、スキンケアも大好きだし、うん、でもそれを活かしつつ毎年毎年いいなと思いつつも肌の作り方だったりとか、うん、メイクの色の出し方って本当に毎シーズン毎シーズン違うから、うん、きっと下半期も今の私こうなのとかって全然違うこと言ってそうだよね。また違うこと言うだろうねやっぱり楽しかった美穂さん。メイク楽しいね、メイクもの楽しいよね、うん、下半期もね、さっきちらっと言ったけどいっぱいあるから、でもちょっと下半期はベスコス、うん、結構大変だろうなと思う。割れるなと思う。特にファンデーションすごい割れそう、うん、ファンでも割れるしアイシャドウも割れそうだし、結構いっぱい来てて今情報処理するのに大変なんだけど、ね、下半期は早くやる、早めにやります、ね、だじゃないと全体ビスコスとかも下半期はあるから、ね、次は絶対にどこよりも早く2人の個人的ビスコスっていうのをやるっていう約束を私がします。よろしくお願いします。はい、ということでともり新田先生の方の YouTube では、上半期の個人的ビスコスのスキンケア編をご紹介していますので、ぜひそちらの方も見てください。それでは皆さん、はい、お付き合いいただいてありがとうございました。また。